超激辛ジョニーですけども、みんなの足に火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、というわけで今回ですね、新潟県新潟市にありますそばデイズさんにやってまいりました。こちらですね、もうその名の通り、おそば、はい、美味しいおそばが楽しめるところ今回やってくるんですけれども、激辛メニューがありまして、今回この激辛そばに挑戦していきたいかなと思います。で、一応ね、なんか辛さのレベルが分かれてまして、もともと激辛というものがマックスに当たるんですけれども、なんかね、裏メニューでビヨンド1、ビヨンド3、ビヨンド2とか、そういったなんか激辛メニューがあるということで、なんかね、キャロライナリーパーを使ってるらしいです。いただきました。キャロライナリーパー、過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録された、あのキャロライナリーパーを使っているということで、やばそうです。うん、でちょっとね、事前に聞いたところですね、なんかビヨンド1に挑戦した男性の方はね、もう悶絶してちょっとリタイアしたそうで、はい、まあ、それぐらいも強烈な辛みということで、今日ねもう本当に真剣勝負でやっていきたいかなと思います。それでは、行った人の感想を見ていきましょう。そばデイズさんのトマトつゆつけそば、村上さんのキャロライナリーパーを添えて、店長さんのご厚意で激辛スープに2017年までギネス1位だった唐辛子をつけてもらいました。包丁もまな板も匂いと辛みが洗っても落ちなくなるのにありがとうございましたということで、とんでもない辛さだと。うん、もう風味が切ったらキャロライナリーパーがまな板とか包丁に風味が残っちゃうぐらい、とても刺激的な唐辛子なので、ね、もう本当に今日はマジでもう速攻で食べて、もうちょっと短期決戦かなと思うんでね、気合い入れでやっていきたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。そばデイズの新感覚つけそばということで、珍しいですね、つけそばなんですけれども、この肉ベジというのが一応まあ看板メニューみたいなものになってまして、で今回ですね、この、このね、中辛、大辛、激辛ということで、さらにこの激辛の向こう側ということで、この激辛の向こう側ですね、一応激辛をクリアした方だけ優待で極寒修羅の世界ということで、はい、あのキャロライナリーパー、はい、この村上さんってこの新潟県の、村上市のキャロライナリーパーを使っているそうで、とんでもねえ辛さだということでね、もうちょっともう来る前からもう冷や汗が止まらんときもない。はい、じゃあちょっとしばし待ちましょう。来たー来たー、これが肉そばビヨンド3。いただきます。さあ、肉そばビヨンド3、お手並み拝見ということで、いやー、うまそうですね、非常に、香ばしい匂い、まあ、普通に美味しそうだ。で、ね、今回ね、これがビヨンド3なんですけれども、これね、特別にちょっと普通のノーマルバージョンもいただいたので、ちょっと比較のためにちょっとノーマルバージョンいただきましょう。いいね。さあ、ちょっとピリッとしてくれますけども、じゃあちょっとね、こっちの問題のビヨンド3いきましょう。ちょっと短期決戦なんでね、
足止めたら食べるのか。食レポどころの話じゃないですね。本当にあの箸を止めたらちょっと完食できなかったんじゃねえかってぐらいの強烈、ごめんなさい。もうねスピード勝負でもう食べることに集中してしまいましたけれども、はい、それではね辛さレベルの、おい博士みたいな髪型になってるな。それでは辛さレベルの発表していってみましょう。そばデイズさんの、肉そば、つけ麺月間の向こう側ビヨンド3辛さレベルじゃらだらじゃらかされる 8.5 です。はい、 8.5 です。過去に世界一辛い唐辛子として、ギネス登録されたねキャロライナリーパー、もうこの辛みはねとんでもない刺激でした、うん、もうねちょっとこの辺がこうわーっとこう熱くなるような、そんな感覚になりますけども、時間を置かない方がいい、もう一気に食べた方が攻略できるかなと思いますけど、食レポする余裕はなかったです。はい、まあね、ちょっとね、これ今回ねこのスパイシーカレーつゆをねこう食べましたけど、非常にこのカレーの風味がそば、にマッチして、非常に美味しく、食べました。今回ねこの辛い、つゆ言いましたけれども、辛くないメニューもありますので、ぜひ、激辛マニアの方、そしてそば好きの方は一度いらしてみてはいかがでしょうか。もうね歯がしびれてきた。はい、ということで、本日も最後までご視聴いただきあります。この動画だけはグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、あと激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、チェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。